空気冷たい、空気冷たい。あの辺かな。おお、なんか書いてありますね。エロいか、またエロいのか。竹内屋敷跡と不老水。3世紀頃誰それが移住したと伝えられています。近くに湧く不老水は300歳まで生きたと伝えられる宿治家宿根の長寿にちなんで、カシグの綾杉の葉とともに皇室に献上されていました。マイツバーマイツバー。まあそれもネタで。でここはなんか水がなんか最近湧きが良くないとかで、取水制限があるらしいです。取水という言い方じゃないとは思うけど、なんか時間制限ありの湧き水らしいです。汚れって何？汚れって。おお、どこが閉まるんですかねこれ。境内の中まで自転車を入れろと。 OK、 ちゃんとガイドなんて言うんだろう、道がある。不老水到着。こんなとこ全く知らなかったな。眉唾わらわら言ってるのか。ラグすごいな。お願い、水量が減ってきております。1家族につきペットボトル2本4リットル程度までのご利用お願いします。あ、なんか、あ、午後3時まで。あれこれはサービス？おお、これ靴下で入るってことですかね。とりあえず膝ついて、うわー濡れてる。膝つけねえ。よっと。こんなの。よいしょ。綺麗ですね。ちょっと写真だけ。フラッシュも焚いて、うわってよくやります、よくやります。あ、バッテリー交換。あ、デジカメのバッテリー切れた。超関髄。デジカメのバッテリー交換してきます。バッテリー切れた。超関髄って何ですか？超関髄。よっと、今また GoPro ぶつけました。カモイのとこに。組むの。よし、汚れてない。雲には一応コップありましたけど、なんか水位は結構低いですよ。あと土足厳禁って書いてあったから、中に靴脱いだら中濡れてるんで、靴下が濡れてしまいます。やった。日が当たった。ちょっと当たってあったかい。ペットボトルに充電。ペットボトルは持ってきてないんですよね。不老水は持って帰って親に飲ませた方が良かったかな。うわ、不老水カリン様ってなんだっけ？ドラゴンボールのやつ。釣りますかね。いや、うん。おお、やった。おお、綺麗に映った。一応、ひしゃくあるんですね。じゃあ、ちょっとだけ。やった。あ、意外と冷たくない。親御さんにペットボトルとか持ってきてないですよね。飲みます？いや、大丈夫です。よし、これも落としそうで怖いな。よいしょっと、よし。というわけで、私はこれから風呂長寿になりました。やった。300歳まで生きれますね、これで。300歳か。先に地球が滅ぶかもしれない。本当にそれ水関係なくなってませんか？よし。あ、これはなんかお金入れろってことですか？何も書いてないけど。再銭的なものだと思います。再銭。で、1円玉とか入れると迷惑なのかな。まあ、気持ち4円、1円玉4枚余ってたから4円。現在地は不老水。どっかに地名書いてないかな。まあカシーですね。カシー、あ、止まったままですよね。ソーサリアン、そういうミッションあったっけ？ミッションというかクエストというか。あ、こんにちは。やった。ね、これ本来3時までだったんですね。本来、まあお正月ですからちょっと、あ、なるほど、比較的ルーズになってます。豆腐市です。よし。今ちょうど閉まるとこです。ああ、なんかそういうのありますね。赤いのどれのこと？そうですね、ちょうどよかったですね。ギリギリでしたね。さて、じゃあ、もうそろそろ帰らないと時間的にはまずいかな。16時か。うん。回り買ったら。人生が2度あれば。でもその間で記憶とか持ち越せないと美味しくないな。じゃあちょうど帰りルートの線がこの近く通ってるんで。配信的には予想外に厳しかったですね。まあ、動画は撮れたんですけどね。井上陽水の話はなんだっけ？ヘルメット脱いだの？あ、ヘルメット今ちょっと脱ぎました。ええ。いや、私もルートラボの自動ルート選択に任せただけなんで、こっち、そうですね。で、ここから先は変な道をこっち側に向かってます。人生リセット。記憶持ち越せるんだったらいいんですけどね。でもそしたらもう超可愛くない子供ができますね。大人の記憶を持ったすげえ可愛くない子供が。いくら見た目が子供で可愛くても。傘がない。田舎かな。実家って意味でも。いいよ。ここからちょっとアップダウンがあるから、風は冷たいけど少し体が温まるはず。電波も途中から回復するはず。ああ、ここもいいな。あ、これ高畑神社か？違う、高台神社。カレーボット自重しろって言われてます。はい、ツイッターのカレーボット自重しろって言ってます。あ、それは無理です。無理です。右に。やった。それは本業なんで無理だそうです。よいしょ。どうだろう、電波は。ん、餅とカレー、バロー、カリペロ、カリ井上陽水、九州だったんじゃなかったっけ、確か。どこでしたっけ。うん、妹は出ませんね、顔は。多分ミラ英語出さないと思います。やり直したら積極的に告白しますか。積極的、ああ、小学校の頃まで戻ったら積極的に告白しまくって、時頃ですね、456ですね。陽水は田川市出身だよ。田川なのか。田川ってあれ、あれ田川市でしたっけ今。なんかどう、霊なんか通ってるっぽいな。電波がなんかさっきから全然ないみたいですね。そうですね、ここから先は多分最短距離で、でも頭でいいかなと。飯塚ですか、井上陽水。田川飯塚。サムネに何ですか。ふう、あれ、うん、腰で OKOK。 サムネに妹使ってください。サムネに妹は使えないな、私自身だったら使えるけど。ワイルドでしょう。こっち。まだ温まってこないな。うお、うわ。一応予定ルート通りです。はい、行ってらっしゃいましたか。お、今映像は思考は行ったことないなあ。田川市だった。うん、ここからまた下っていきますね。あ、すいません、甘い吐息を、高カロリーな吐息を。すごいな。は、入ってます。こういってどれだ。いや、これでいい、これでいい。予定ルートに忠実に行くと、これやった。これこれこれ、みんこさん。それ GoPro 映像見るとよくわかりますね。結構追ってたと思います。これ何タウンですか。オークタウン。こう、あ、今ここで見えてますかね、場所は。うん、ミコフェチド35。こっから、うわ、なんか妙に登りまくってますよね。おっと、合ってる合ってる、この道この道。今のところ予定ルートから一本も外れてません。しかしまだ電波全然ダメなのかな。よっ、ふう、ちょっと電波チェック。ふう、送信速度は70、まあこのもんか。映像いってないですね。この辺りオークタウンっていうらしいです。30、あ、山中、あ、何台山中ですか。あ、カシー、あ、それカシー三丁目って書いてありますね。この辺り三丁目は関係ないか。このシルエットもお見せできないなって。うわー、うん、赤がどうかな。赤が多かったら青の方だろうけど、はあ、手足の先がちょっと頭あった。え、うわ、立花さん、立花さん、立花山か。うん、向こうですね。うん。今、カシー第3章前です。第3中はあっちなのかな。あ、お。あ、映像来ました。戻った。今、カシー第3章の前です。前を通りました。え、ぬるぬる。解像度低いけど、じゃあ今いけてますかね。解像度上げるかな。え、左ですか。はい、おう、あ、これはまだあるな。この辺は住宅地で、まだこの辺りオークタウンっていうんですかね。も、森ブリン、森ブリン、なんか森ブデンみたいな名前の人ですね。大丈夫ですか。正面右、右、離陸は20時です。22時に私は空に飛び立ちます。あ、普段多い、あ、小中学校多い。住宅地に隣接している小中学校ですかね。墜落したら、墜落したら脱出できます。大丈夫です。断言できる。理由はないけど、うん、飛行機で関東に戻ります。自然層に詰めます。喋りづらい。冷たくて口の周りが冷たくて喋りづらい。スカイマークはですね、飛行機じゃない、自転車が折りたたみ自転車1500円、自転車、普通の自転車は2000円です。でも待って、折りたたみじゃないやつって、はい、折りたたみじゃないやつってもしかして丸バン持ち込めたりするのかな。折りたたみよりも高いお金を取るってことは。ピクロ、うん、2000円ですね。飛行機だと荷物はん、どこの2000円なのはスカイマークです。アナとかは全荷物合わせて預け荷物が20キロ超えると超過料金だったと思います。私は大体超えますね、自転車入れると。うん、銀行バッグに入れて、私の場合はプラスペダルを外すのとディレイラーを外してフレームにくくりつける、そのままではないんですよ、いつも乗せるときには。でもまあ追加2000円で袋詰めして、明日仕事です。今日はまだ今実家の近くにいますけど、そのまま2000円だとどうなんですかね。さすがにでも袋詰めないといくらなんでもって思いますけどね。タイヤの空気は抜かないです。あ、おめでとうございます。タイヤの空気は外が1気圧だろうと0気圧だろうとあんま変わらないと思います。別に真空中に持ってったらタイヤ爆発するわけじゃないと思うんですけどね。ガソリン抜きますね、入ってないけど。うわ、素手だ。素手でドロップハンドルで走ってた、すげえ。で、ここからちょっと山の中の新3号線のちょっと脇の方の道を通って帰ります。新3号線も国道3号線ですけどね。そっちもあんまり電波ないかも。うん、晩ご飯食べて帰りますよ。グローブないと今日はちょっと手がちぎれますね。手が切断されますね。自転車はコンベアの横にある出入り口から係の人が直に担いできます。うん、年賀状、いや海外、感触、いらっしゃいませ。いや、今日のおやつは梅の絵餅、梅が絵餅じゃなくて、壊れたことはないですけど、あちこちぶつけて、リンクなんかコメントが途切れなくなった、リンク袋に穴が開いたりはします。なので、まあ多少ぶつけられても、もう一人言います。多少ぶつけられても大丈夫なように、歪みそうなリアディレイラーなんかは外してフレームにテープでくりつけてます。まあそれじゃなくても前できてたんですけどね。うん、天気いいですよ。昨日も個人情報は何でしたら指先詰めて。今の自転車は8万弱ぐらいで買いました。ライムのでもこれ風だけ通さなきゃいいのかな。うん、エスケさんが福岡にいいじゃないですよね。エスケさん今日山手線やってますよね。1億5000円、何それ1億5000円って飛びすぎ間が1億飛んで5000円。ああ、どっかで温まりたいな。実家に帰りゃもうすぐ話なんですけど。お茶子、私は立ちこけ回数は少ないけどやってます。回数は少ないかな。仕事を納めはじめお茶子、変な学習お茶子で営業してたかな。今多分お茶屋さんですけどね。いやー、争いよ。あ、新年会とかはないですね。お茶子、あ、トイレだ。マイクかな。いや、行っとくか。ちょっとトイレに1万を1億と呼ぶ。え、嘘。トイレにちょっと寄っときいいですか。5万。初詣はもう出てはないけど行きました。もう出てないが初詣。あ、ミニストップ、そうですね。ちょっとトイレ行ってきます。手が冷たい。じゃあちょっと行ってきます。トイレ。いいですね。正面にかまそうかな。ああ。GoProからの圧力をなんとか抑えることができた。ちょっと FMA 試しましょうかね。電波良くなったっぽいから。あれ、鼻水が。じゃあ、FMLE にしてみますと。あれ、速度出てない。いや、転送速度落ちてる。あ、そっか、今フォタファイ持ってったからか。あらら。ああ。取った。トイレ。でした。転送券。あららら。なんか全然出てないや。16時18分35秒。それはあんまずれてないな。もう一遍接続し直してみます。よっと。GoPro もそろそろ止まるかもしれないな。うん。こうして止めて、にわかトイレわらわら。にわか。スタート。あ、意外と早くつながったからこれいけるかもしれない。転送速度は、おおお、あ、来た来た来た。ここで何代目の電気に立ったか調べよう。何代目。リロードお願いします。帰りました。復活した。電波復活した。OK。うん。今ポタファイ持ったままトイレ入ったんで一旦切れて、でその後つなぎ直して FMLE にしてみました。ああ、今いってますね、電波。 OK。 よし、じゃあ椿、ああ、赤いの椿ですね。椿は寒い時の花。あと椿とサザンカの区別がいまいちわからない。確か花ごと落ちるのが椿で、はい、花びらが落ちるのがサザンカですかね。なんかそういう話を聞いたような気がします。椿が花が落ちるのは知ってます、ね。椿がボタボタ落ちますよね。サザンカは分からないです。椿三十郎でもボタボタ落ちるのをネタにしてたし。椿三十郎あれ誰だっけ。やと、じゃあ帰ります。この509号だったかな、県道の59号だったかな。三船さんでしたっけ、あれ。武士が、あれ、そうなんですか。武士が嫌う花。首が、なるほど。なるほどね。勉強になる。斬首、なるほど。あれ、隣の屋敷に、椿さんが入っていって、椿の花を流したらピンチだから、隣の家 に流れ込んでる川にその椿流したら、その隣の家から援軍を送れみたいな取り決めをやってから乗り込んだりしたんですよね。でこれが新3号線、車多い。なんだこりゃ。これどこから入れば、これどうすりゃいいんだ一体。あそこが、こっちが 青になったら向こうに渡ればいいのかな。しばらくこの新三号沿いに行かなきゃいけないんで。あ、牧野うどんだ。スタンド、ガソリンスタンドですか。また唐揚げ屋だ。最近唐揚げあんなに流行ってるんですかね。福岡県内で黒木うどん、いや、ごぼ天しかないです。地味に人気はあると思いますけど、数的にはあってない。あ、ではないですか。耶馬渓って大分県じゃないですか。中津、耶馬渓、青の道門。なんか唐揚げ屋さん、今日これで3軒目かな、4軒目かな、ちょくちょく見てます。唐揚げ、そうか。何の部族ですか、それ。統計的なもんですかね。これ、このまま斜めに行っていいのかな。怖え。ニンニク漬け。ニンニクにつけてからってことですか。ニンニクだれか何かに。新3号はなんかほとんど高速みたいな感じです。途中からまたさっきの県道の続きに出るので、そう、今日横浜戻ります。飛行機遅れたら電車間に合わないかも。いいか、うまそうですね。それは歩道、うん、ここは歩道結構広いんですけどね。まあでもこんだけ道が広けりゃ今大丈夫かな。あとこっち空いてる、向こう混んでる。あ、意外と向かい方広くない。いけるいける。半ば？あそこから信号町。今香椎ってもともとあれ町じゃなかったでしたっけ。まあ福岡市内に入っちゃってますよね。新宮タウン入り。ただぐ深夜の、いや大丈夫だと思います。今日は9時半に着くからいくらなんでも。何が渡れる。東ホテルジョイ。今なんかなんだっけ、今結構重要なコメントがあったような気がしたんだけどな。なんだっけ。こんにちは。スルメ食べてないですって。こっち側にそれ名物でしたっけ。一夜干しスルメって知らないな。どういうものか知ってるけど名物としては知らないです。一夜干しは生っぽいやつですよね。観光はしません。今したら結構めんどくさい、寒いし。涙の今何の話だ。あ、しまった。今のところ向こうに出るつもりだったんだ。はい、あ、でもそこから出られるみたいです。まあどちらでも行けるんですけど、あ、まあじゃあ先で今コメントなんてなんてさん、うん、するけんどうしたと。今日まで休み、明日から仕事、今日これからパンカツ、グーテンだけだとグッドになりますね。モンドルバイカー、北川景子さん、牧野うどんだ、牧野うどん、本当に牧野うどんだな、やっぱり。牧野うどん、注文するときに自分で書くんですよね、注文用紙に。そう、ごぼ天うどんしかないですよね。昨日うどんでごぼ天食わずに何食う、そうですね、私は早めに休んだんで、あれつくし餅なんですね。つくし餅だったのか、女水庵のやつ。何がすごいって、スペシャルうどんってありましたっけ、メニューに。風冷てー。レギュラー、うわ、つくし餅だったんですね、あれ読みは。つくし餅は信玄餅完全コンパチです。あれってなんかライセンシーとか関係あるんですかね。完全に同じものに私は思うんですけどね。おにぎり、牧野で、今王将あった。そう、土日休みです。土日使ってまたどっか行きたいですね。いっかー、郊外店、そうなんですよ。この辺りも郊外店、私がいつも言うところの車社会の店、車社会の街になってます。今週がその前からあったんですか。これ渡るにはここで曲がんなきゃダメだな。なぜかあっち側に横断歩道がない。メガネの2機ってのも古いですよね。何、土日雪、関東土日雪だそうです。ふざけんな。そんなフラサセンかな。メガネの2機。CM を多分見たことあると思うんだけど覚えてないな。フランスはこの雨男が明日車社会、普通の店なくなっちゃいますよね、こっちばかり人が来ると。なんか車の音であんまり聞こえなくなってる。行動範囲、雪か。雪が降ると、あんまり降るとちょっと走れないですね。まあ、雨が降るよりはマシだけど。雪か、そう、赤い雨を。青いとも雲、夕方の雲ですね。まあ連休ってあれ、土日のあと月曜休みとかだったりするんでしたっけ。多分成人の日だと思う。あ、成人の日になってんのか。ああ、3連休か。じゃあ遠征できるな。遠征する理由になるな。カーボンは長持ちするかどうか使ったことないんで分かんないです。カーボンについてはなんかカーボン毛嫌いしてる人もいますけど、カーボンが一番と思ってる人も多いですね。で、実際どうなのかは知らない。カーボン私持ってないから。成人式か。じゃあこっちそれます。店増えてますよね。第2月曜の休みなのか。こっちは電波ないかも。休みじゃない。ゆかちゃん、こっちからちょっと山なんか通って帰ります。こっちの方が車が、新3号は本当になんか心が休まらないので、あそこ犬がスライドしながら走ってた。あ、再来週、なるほど。これですか、すみません。寒い時とか特に口が回らなくなってくると、なんかコメントに対応しているところじゃないって感じになってきますね。前方だ。経済は動き出す。なんかディオさんみたいなセリフですね。経済は動き出す。そう、少しで。ちょっとあれですね、温かいもの飲みたいですね。どっかの自販機で。あ、止まった。電波悪いか。どっかの自販機で温かいもの休憩したい。なんか温かい飲み物休憩とかしたいですね。どっかで。ああ、口が回らん。君が横にドリフトしながら走ってる感じでしたね。はあ、そもそも私はつい数日前まで沖縄で20度で走ってたわけなので、冗談じゃないですよ、こんな寒さ。世界モード。え？そうですね。今日の昼間は3度までしか上がってないはずだから17度差か。白いのワンコの口はゴムパッキンがついてるというセリフがありましたね。セリフっていうか漫画の中にそういうのがありましたね。うっ、電波ないかな、こっちはもう。うん、おばちゃん、いやお兄さんだったと思ったけど、よく見てなかった。犬しか見てなかった。ん？どっかに犬の声が。16時半か。電波来てないっぽいですけど、ちょっと一杯引っ掛けてっていいですか。あったかいのあるかな。あるか、あるよな。あそこは井戸。全く電波なくなったか。こっちは電波ないみたいです。コメントも聞こえなくなったというか、映像がいってない。いや、いってるいってる。あれ？こうで、こうで、あれ？転送速度十分ある。テスト。ということは、単純にイベントがないからコメントが来てないだけだ。回路があり、そうそう。イベントで対抗水到着でいいんじゃないですか。あれ、声の嘘。今転送速度十分ありますけどね。じゃあリロードしてもらったらいいのかな。たまたまここは今電波がいいだけなのかもしれない。リロード。あ、悪くなった。良くなった。なんで、あ、良くなった良くなった。あー、ムラがあるな。たまたま今この場所だけ電波がいいですね。ちょうどよかった。うん、これで今、温かいもの休憩をしようと、私がお願いしたところです。コーヒー扱んでかな。引っ掛け、ちょっと待った。すごいラグだな、また。今来てますよね。見ます？私はホットミルクティーかな。うん、やっぱりホットミルクティーかな。なんか、うん。コーヒー飲むとしたら、自販機の厚さじゃ足りないんですよ、私的には。うん、カレーのおじさんはです。カレープリンスです。星のお姫様だ。よし。コーラ、ホットコーラあったら、いや、ホットコーラあったらやばいな。大概な勢いで突き出すと思うんで。あ、ストップ、あれ立ち位置は、いや、あそこの中に、リアルゴールド。毒ペないですね。あたって飲むか。この気温で。ホットの炭酸ってのはやっぱりないのかな。圧力的に無理がありますよね、はい、吹き出すっていうことで。いろんな意味で無理だと思ってる。いや、私吹き出さなかったら飲んでみたいですね、ホットコーラ。あ、思い出した。昔父が行ってた飲み屋さんの焼き鳥屋さんの親父はホットビール飲んでましたよ。その焼き鳥の横にビールを置いて温まってから。温まる。一応目的地到着なんですけど、ヤココがそうらしいですよ。あ、なんか対抗水、対抗水でしたっけ。あ、すっかり忘れてた。そういうとこありましたね。これか。らしいんですけど。ごめんと今なんて、ミッケー。森永卓郎。森永卓郎って何ですか。メロンイエローってもうないよね。メロンイエロー最近復活してましたよ。復刻かな。メロンイエローは最近飲みました。あれってクイッククエンチの味ですね。クイッククエンチって文字列も通じないだろうけど、知らない人は。ホットコーラうまいですか。リアルゴールドありますよ。リアルゴールドはナスの飲み物でしょう。あ、ここってゴミ箱があったとよかった。さすが青森とは違うな、福岡は。青森県行ったらですね、自販機のゴミ箱がまずないんですよ。ほぼないんですよ。みんな買って帰って飲むのか、単になんかモラル的なもんなのか。そう、クイッククエンチ。あ、それリアルタイムで聞こえてたのか今。結構ラグあると思ったら。ああ、さっきから行ったり行かなかったりですね。ムラが大きい。あ、そうそう、青森です。本当になかったですよ、あっちの方。ホットポカリも美味しいですよ。ホットポカリか。ああ、それはなんか、酸味的に美味しそうな気がする。あ、なんか対抗水っていう地図に一応3つの点のマークで載ってるんですよ。ここに伝説のカレーがないないそうです。今電波良さそうですね。この、建物は地蔵像っていうんですね。この水を利用される方々が年々増えまして、ポンプの電気料金等の維持管理に困っております。お志をお地蔵様のお賽銭箱に入れていただきますようご協力お願いいたします。よろしくお願いいたします。自動堂世話人。ポンプの電気代が賄えないので、なんとかお布施してくれということですね。太鼓どうでしょうか。特に太鼓水は何百年も耐えることなき湧水です。太鼓は秀吉さんでしたっけ、確か。ですよね。お地蔵様にお布施ということは、ネリーの財布に入れる。ネリーの財布に、どういう意味それ。ネリーの財布に入れることがお地蔵様にお布施することになるんですか。100円ぐらいなら、実はさっきまで100円玉しか持ってなかったんですけど、自販機で使ったから小銭ができたんですよね。じゃあ、湧き水なら、そう、私もそう思うんですけどね。それって湧き水とはちょっと違いますよね。太鼓さんどうでしょうかね。これもウィキってみないとわかんないですね。あとこれ水循環してないですね。どこから出てる。ポンプがどうのこうの書いてませんでしたね。あ、これなんか作動してないってことですか、もしかして。でもさっきフルタンク持ってました。じゃあこっち？これ？打ちつけてある。正月、あ、そうか、正月営業でやってないんですね。そうかな。ここのとこ打ちつけ、なんか、ボルト止めしてあって、ここ開けられないみたいですね。ちょっと今、剥がしそうになってしまった。長靴が揃えておいてありますね。つまり、92円大丈夫です。今ですね、今は、ああ、飛行機体は持ってないな。柏で売ったら出てこない。柏で売ったら正月休みわら剥がしてみて。ああ、ちょっと音が悪かったらしい。あ、あそこになんかここじゃあ16時半まで本当に特に書いてないですけど、16時半、今は16時42分。なるほど、営業終了したと。あ、そう、コックですかね、こういうのは。でも確かに汚い水じゃないから、長靴はですね、長靴にでこの中で今作業してる人がいるんじゃないですかね。この後また出てきてというわけで、なんかよくわかんないけど普段は水まだ湧いてるんでしょうね、多分この様子だと。ここは福岡県です。福岡県新宮町の太閤水という、なんか湧き水スポットです。なんかそれらしきポンプとそれらしき蛇口が見えるんですけど、これがポンプ施設なんですかね。で、これを、あ、意外と肩やめとこう。そっちになんか蛇口があるんですけど。あ、本当だ。単にあそこから取れるっていう。あ、回り込みますね。え、蛇口？なんか名前にそぐわないようなこう近未来なものがあったんですけど。あ、蛇口だ。これをひねると水が出る。これか。これですかね。太閤水。これっぽいな、どうも。はあ。これですかね。多分これがポンプだと思いますよ、多分。ああ。これ以外ないですか。え、じゃあ、これ周りのやつは、あれですかね、演出？簡単に、え、なんてこれか。あ、イケアが最近できたんですかね、イケア。本当にこれらしいです。本当に。建物の裏手にある蛇口から簡単に注ぐ、乗ってる。マジか。マジでこれか。これ、本当そうなんですね。すげえ。すげえっていうか、なるほど。さっきと全然趣が違います。効率的ですね。維持管理的にだいぶこれで、やりやすいんじゃないでしょうか。水道水じゃないっぽいですね。これが太閤水みたいですね。で、下からポンプで汲んでるんですね。普通の水道水だったらどうしよう、これ。ありがたみが。この前の、特にそこのあれですよね、井戸の跡みたいなやつが紛らわしいですね。それも紛らわしい。でもこれ多分同じ水道で、あ、水道っていうか、ポンプで、ここまで持ってきて、で、ここの箱の中のコックを、これって簡単に、あ、やっぱり、うん。多分ここでオンオフするんでしょうね。だから日頃人が多い時なんかをここに水を流して、客寄せをして。ブランド水道水。あり方見ても読めなかったな。あり難民って読みましたよ。あり難民かよ。じゃあ帰るか。ファミール太閤水っていう、家というか、借家うん。さっきまでそんな通ってなかったのにな。じゃあ行きますか。もうそろそろ帰らないと、飯食って、荷物、詰め直して、空港に行く時間が間に合わなくなる。あ、そうそう、はい、ここまでわざわざ戻らなくてもいいですよね。はい。小根さんは。どうします？僕は、復興大から帰っても全然問題はないですね。ねえ。からだと復興大の方が多分輪行もしやすいですよね。はい、駅前。はい、うん。となると、どこで分離？太閤、効率的な。3号線までの。ありがたみを。もう、13号まで乗りましょう。復興大前の。ここまっすぐ行くと、930号まで戻れるんで。あ、一旦930号まで戻る。そうですね、そっちの方がいいですよね。ですかね。ここから先山越えで電波もなさそう。ただまっすぐ930号まで道があるわけじゃないですね。ややこしい。ちょいと戻って、うん、でセブンがあったところから540行きますか、行ったらすぐトライアルがあるん でそこからまっすぐ行けば復興台前に出ますね、はい、じゃあ戻りますか。一応地元になったそうそう、この辺りだったんで前小西さんはよし、じゃあちょっと935の方に復帰します。もともとこのままこの道で行こうかと思ってたんですけど、まあ935の方が早いかな。慣れたらまた電波なくなってそう、うんうん、夕暮れ今映りましたかね。雲が綺麗、でも寒い時の空の感じ。お、いらっしゃいませ。もうあと 2,30 分で実家に帰って飛行機で帰る準備をします。こんにちは。もうちょっとで電波少しマシになると思います。なりそう。ああ、そこで止まったのか。なんてすごいちょうどいい。冷た。ちょっと。ツイキャス何の話だ。ええよっと、なんで今の露骨の宣伝は。こっちだとちょっと降りる形になるのかな。あれか、トライアル。風冷たい。まあでもこれでも今の時期に峠に登って下る時の地獄の寒さに比べりゃへでもないんですけどね。こんなもん。あ、でっかいな、そこ。3号を横切ってよっ、12分か。どうする？ GoPro 止まってんじゃないかな。まだ動いてる。ちょっと引っかかってるな。またミニストップだ。結構あるな。冷たい。あらよっと、935沿い出れば電波あると思います。ですから結構今 4,5 分ぐらいこうでしたかね。延長できるくらいの電波か。面白い。え、今日も遊んでおります。ギリギリまで。空気冷てー。935出た。よっと。そうか。今福岡駅前駅を通過してきたんだ。さて、そろそろ電波が復活してるはず。よっとこれは FML 切れてるな、きっと。接続しな、し直し。あ、これどうだ。転送速度上がった上がった。リロードメガ今来ましたね。途中から電波ない状態で FMLE がエラーは出てないんですけど止まっちゃってたみたいですね。まあいつものことで、今旧3号線沿い、3号線沿いというか495号に出てきました。国道495号で、ネリさんはここで最寄りの復興台駅前から輪行して、輪行ですか、自走ですか、ちろん輪行ですよ。輪行ですね。この格好だったらさすがにここから輪行してお帰りになるので、で私はここから、この人カレーの人です。いわゆるカレーの人です。ツイッターでですね、カレーというキーワードが入ったつぶやきをすると即座にどうされるんだっけ、リツイートされるんでしたっけ。カレーカレーって言いますよね、確か。はい、僕のフォロワー限定で。そう、この人カレーボットって言って、カレーに自動反応する人です。人力なんだけど自動反応する人です。というわけで、じゃあここから駅の方ですよね。じゃあ私はここからもう古賀の方に向かって帰るので、せっかく来てもらったのに全然何も考えてなくてすみませんでした。今日走るとこちょっと考えてたんですけど全然思いつかなくて。24時間反応、ああ24時間ボットが動いてるってことですね。いや、それはない。不思議なことにこの人寝ないから。俺の血液はカレーダの人ですね。そう、血液がカレーダの人なんでしたっけ。初めて聞きました。あれ、初めて聞いた。まあでもカレーが流れてるかもしれないぐらいの人ですよね。いや、どうですかね。腕を切るとカレーが流れてくるっていう。いやだな。じゃあ私はそこの信号から向こうに行きます。じゃあここでかな。暗くなってきた。新たなスタート。あれ、もう見えなくなった。あそこか。あ、振り返らずにもう去っていく。おっと、今180度反対側に走っていたんですね。いつもの別々で行きましょう。そう、別々で。私がそういうことばっかり言ってるからな、いつも。だけどネリーさんはもう駅の方に見えなくなりました。で、私ももう実家すぐ近くなんで、おお5時になった。途中で家に着く前に配信終わります。音でかいな。うるさいな。普通の学校の鐘っぽいですよね。お、サイレン。あ、レインボーのやつですか。今のレインボーなんだっけ、自動車学校のフライング、そうでしたか。バス停があるの見落としてたな。寝てる子が起こるじゃない、起きる。ミセスバスですね。ん、捕ま、赤間。ん、アナウンス。5時になりました。あー、なんて言ってんだ。子供は帰るってことかな。子供は出て伏せろってことかな。新宮ドームってあるんですか今。新宮ドーム、どっちに。確かこの辺りはあれ、トイザースがあるのどこだっけ。ノキア、イケアじゃなくて。寒い。あと古賀までは何キロだ。あ、まだ結構あるな。5キロぐらいありますね。私のふるさとは駅前ですよ。そう、駅前の商店街で育ちました。生放送ってきっとあれですね、今この時間に明るいのが不思議ってことですよね。こちらが九州です。福岡です。福岡の、あ、トイザらスない、結構あっさり撤退するもんなんですね。こっちは福岡なので、日暮れが17時20分ぐらいのはず。まだ明るいです。そうそう、明るくもないかな、日が当たってないから。いや、待てよ、日暮れはやっぱ17時21分ですね。今日はなんかメインのカシーグーと不老水がこの枠で、そうですね、早く帰って準備して飯食わないとバタバタしてしまう。ちゃんぽんは食べてないな。で、シティボーイ、ノートルダム、今日横浜です。20時の飛行機乗って羽田に向かいます。今日寝るのは緑区です。寝袋で寝ます、部屋で。空港は福岡空港あるからこの辺りはできないでしょうね。明日仕事です。着替えは旅行に持ってきた分なので、実家の家の中で自転車の格好をしてくつろいでおります。一応洗濯だけできるんで、そう実家にいる時用の普段着とか送っとけばいいんですけどね。先に送るというか常備しとけばいいのか。口が寒くて口が回らん。ミニストップ、ソフトクリームは売ってるんですかね。売ってる。ソフトクリームバニラ、あれはあれですね、車の中で暖房でぬくぬくしてるやつら用のやつですね。ソフトクリームは車の中で乗る前に浸り切ってるやつら用ですね。で別にそのトゲのある言い方しなくてもいいか。自転車なんか新年会はやらないんじゃないですかね、多分。でもやるって、やりませんかって誰かが言ったら、それであっさりやることになるんだろうな、自転車の。それはそう思ってたと思いますね。ちょっとこいつはなんか違うと思われてたかもしれない。こいつは違う人間だと思われてたかもしれない。なんか人数が多くなるとそれだけで、ぬるま湯。ヒーロー思われてるといいな。あんまりなんか喋らないからどう思われてるかもわからない。ソフトワーク、ただ無茶売りしてそれを無理やり受けるっていうノリに付き合うのはちょっと無理だな、私は。なんか無茶ぶりされると単に引いてしまいますね。いやー、よくないな、よろしくないと思いますね。だって孫も制作してないから。MSX のでも自転車的に洗脳できたらいいなとはちょっと思ってますけどね。自転車旅行がいかに面白いかをとくとくと言い聞かせて、隠れ物で腕っぷしに物言わせて、そこのこと最近あんまり言われません。ナイトライダー、自転車に AI 組み込むんですかね。でも自転車が腫れ物状態。一応まだ飯は食わしてもらってますから、実家に帰ったら。あと寝る場所も世話してもらってますから、感動はされてないっぽい。まだ開いてる、車。そういうものかな。おめでとうございます。なんかただおめでとうございますっていうとちょっと違和感あるな。出てる。フラフラでもないんですよね。単に動かない。さて、もう10分か。野菜おめでとうございます。置いたらなんかどっかからいい話が来ないかな。どっかから何でも、こっちの日暮れは17時21分です。旅行趣味は社会人になってからなんですよね。社会人になって何年目だったかな。あれがだから4年ぐらい経ってからか。もしこそ結婚してるかもしれないですね。何がどうなるか全然予想つかないから。これは抜いてもらえないな。狭いです。大型車が来ると追い抜いてもらえないんですよね、狭くて。危ない。今のところ通用口から人が出てきたら危なかった。人の車に乗ってて助手席から見てて思うんですけど、人が飛び出してきたら結構アウトっていう運転多いですよね。あれは車の音で気づいてもらうこと前提になってるのかな。沖縄見られたらまあその他のネタとして、メリーさん今パッキングを渡ってかな。焦がし入り見えますかね。焦がしのマーク、温泉です。いや、麹温泉。見えなかったか。自転車も確かになんか音はあってもいいですよね。温泉で有名じゃないけどそれぐらいしかないんですよ、観光資源は。どちらかというとベッドタウンですかね。お疲れ様ですって。もうそろそろ配信が終わるからってことかな。一応もうちょい先ですね。大根が渡るとこまでは。これ935号です。4955、現在国道495号です。狭さ相変わらずですね、昔から。快速を5枠かな。今のメリさんが4分遅れで間に合ったって話ですね。何が言って、そう大根川、広報大使が大根を要求して、それが断られたからといって皮を干上がらせたという伝説がある。個人主義大根。13人の数えてたんですか。ということは沖縄走ってる間の、コンビ参加人数が13人ということかな。大半がなんか常連として来てもらってる人ってことですかね。そういう人たちも自転車旅行を始めるきっかけになってくれればなればいいんですけどね。器量狭いですよ。広報大使の伝説とか集めたサイトないんですかね。参拝してないです。そう大根、通勤ですか。それもいいですね。年末年始全部合わせてか。いや、私が歪めて言ってるだけですけどね。あと親から聞いた話だからその時点で歪んでるかもしれない。大根、これが大根川です。ですぐ向こう側が玄界灘、玄界灘っていうか、まあ、小鹿の浜って言ってますけどね、こっちの方だと新宮の浜とか小鹿の浜とか。入れちゃった。千葉でもやっぱろくなことやってないですね。今小鹿町です。違う、小鹿市だ。ついうっかり昔の言葉が出てしまう。小菓子、小菓子。クジラは見たことないですね。いるんですかね、本当に。九州のこっちに。何でとんかつ。いたずらか。事案が発生。実家。これ私の知ってる K 君かな。K 君の実家すぐこの近くですけどね。中学校の時の友達だったっけ、小学校だったっけ、確か小学校だったと思うけど、違ったかな。映画ですか。古賀さん、大根が、あ、本当ですか。弘法大師のその悪逆非道のこと書いてありましたかね。全然違ってたらどうしよう。全然違ってたら親になんか文句言わなきゃいけない。違うやんって。左手があれ、この辺り新しいな。じゃあ、駅前の道からまっすぐ突き立ってる定住あたりで、うん、こっちは日暮れまであと5分ですね。6分、7分、7分な。確かこの辺り横門って石があったはずなんだけどな。石投げつけた？あ、それはやりすぎってことか。じゃあ弘法大師はその投石を受けた上で干上がらせるという、その一帯の住民を餓死させるようなことをやったんですかね、報復として。うん、関東も真っ暗ですね。日が暮れてからもう 3,40 分経ってますよね、関東は。うん、帰ってきた。じゃあ、どっか止められる場所あるかな。あ、お疲れ様です。じゃあこの辺りで終わります。来年、いや今年以内に多分もう1回2回帰りますよ。じゃあ電電校舎前で、元電電校舎前で札所、よし、関東に帰りますよ。今日これから実家に今から帰って1時間以内に車でもう空港に向かって出発します。で、終了ボタンがちゃんと押せるかどうか。あ、押せる。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。うん、お疲れ様でした。じゃあ振り返りで、どっから振り返ろうかな、これ。じゃあ、うん、夕ご飯食べます。ではカレーひでえ、それあなたフォローしてないでしょ。サンリブ、あ、そっか、サンリブ、あれ、どっち見えてるの、あっちか、あれか、うん、じゃあ GoPro もあります。ありがとうございました。空港から配信しません。では